錦鯉の長谷川雅紀です。団体師の大石です。お願いします。はい、というわけなんですけれども、はい、昨日ですね、旬な人占いで、はい、見てもらったんですけれども、彼女僕相当運がいいと思うんですよ。じゃんけん大会で優勝ということで。確かにそうですよね。だから今日はですね、その運について先生にもうちょっと詳しいことを教えてもらいたいなと思ったんですけど。はい、わかりました。昨日確かにちょっとね、後半端折って説明になってしまいましたので、もう、今日ちなみに彼女の名前一切言ってないよ。はい、いきなり彼女って言われたって誰だか分かんない。昨日見てるから、はい、藤田さん、奈々さんですね。ね、はい、AKB の、はい、ナーナですね。ナーナ、ナーナ、ノーノって、で、はい、はい、運について、運についてですね、はい、まあそうですね、運ってこう占い的にはね、はい、持って生まれた強さみたいな運というのと、それからその巡ってくるその時々の運というのとは両方考えるわけなんですよ。はい、でやっぱりもともと彼女の生まれって、まあ、彼女12月生まれなんですけども、はい、この困窮傾斜でさらに12月っていうこういう条件がこう掛け合わされると、持ち運として非常にいいもの持ってるぞと、運強いぞっていうふうにまずなるわけなんですよ。はい、そしてこの困窮傾斜って言われるような方っていうのは、干支の中でいくと羊とか猿年来ると非常にその運が大きく動くぞっていうふうになるんですね。で今年ちょうど羊年になっておりますので、その運の強さがまあ出てくる。ただその強さっていうのはいい方に強いか悪い方に強いかまた分かんないんだけれども、今年の年はこの九紫っていう星が強くなるよっていう巡りになってたんですね。でこの九紫っていうのって花が開くっていう意味のある星なんですよ。はい、だからまあスポットライトを浴びるとか、人目にこうさらされるとか、あるいは本当にこう賞に、まあ、くじでも賞でも当たるみたいな意味がある星が回っていたので、これがまずその年運の強さだなというふうに考えられます。うん、でさらに今月っていうか、まあ、9月になったところでは一月間今度白くっていうこういう星が回ってくるんですけれども、はい、この星が2つ組み合わさることによってですね、流れが大きく変わるって意味になったりするんですよね。だから今まですごくこう売れてた人がもしこの運を迎えてしまうと、ちょっと陰りが見えるって形の変わり方になってしまうんだけども、うん、彼女の場合には、まあ、まだまだ、ね、それほどこう、ね、知名度があったわけでもないしという形であると、うん、いい方に覆えるっていう形の変化運が9月に来てるぞってことになるわけですよね。なるほど、変化、変化ですね。まあ、変化、そうですね。で今回はいつもみたいにですね、はい、四柱推命使うんじゃなくて、うん、違うタイプのこれ九星術という方の占い方なんですけれども、はい、やたらこう数字がザーッと並んでますけど ね、はい、この数字によって占うというやり方で、はい、ちょっと試験的にやってみました。おお、なるほどね。また、ね、旬な人別な人いろいろ占ってみたいと思います。これでもそうですね。はい、はい、分かりました。どうですか、納得いきましたか。いやー、いきましたよ。やっぱりそのあれですかね、ちょっといいですか、運はすごい強い時とか弱い時とかっていうのも、うん、結局その宝くじだとかそれ何もやらないまま、そのまま通り過ぎちゃったら何もそれ使えないで終わっちゃうということもあるんですよね。あります、あります。要するに運が強いってことはやったことに対する跳ね返りのその倍率が高いということだから、例えば1頑張って10成果上がるみたいに出ることもあるし、うん、悪い時でも強くて悪い時ってあるわけで、うん、とマイナス1で済むとこがマイナス10ぐらいになって跳ね返ってくるっていうのもあると。だから強ければいいってもんじゃなくて、良くて強くなきゃダメなんで、そこら辺うまいことそのピンポイントで、そう、悪くて強いと大変なことになるのでね、気をつけてください。はい、はい、ということでございます。ありがとうございました。私も見てください。